みなさんこんにちは。今回はポンプ車、はしご車、パトカー、働く車の総まとめだよ。ぜひ最後まで見てみてね。さあ始まるよ。火事が起きると助けに出動する消防車。火を消したり逃げ遅れた人を助けてくれるよ。かっこいいよね。消防車の中にはいろいろな種類があります。火事の現場で火を消す役割をしているのがポンプ車。水を吸い上げ、ホースから水を吹きかけて火を消すよ。では、ポンプ車の仕組みについて紹介するよ。ポンプ車は火を消すために必要な道具を積んでいます。給水ホース。消火栓とポンプ車をつなぐホースだよ。消火栓から水を吸い上げてポンプの中に送り込みます。消火栓見たことあるかな？道にこんな感じで設置されているよ。放水口、ここにホースをつなげて水を出すよ。一度に何本もつなげることができます。収納ボックス、火を消すのに必要なホースやロープなどの道具を収納しているよ。今紹介した部分は普段はシャッターが閉じています。反対側も同じ作りになっていて、どちらからでも消火活動をできるようになっているよ。そしてここが座席。ここに4人から5人の消防隊員が乗って出動するよ。次にポンプ車の仲間を紹介します。ホースカー。ポンプ車の後ろにはホースカーが入っているよ。ポンプ車からホースカーを出し、ホースカーのホースをポンプ車につなげて出動。狭い場所でも入っていくことができるよ。タンク付きポンプ車。ポンプ車の中に大きなタンクがついていて、その中に水が入っているよ。火事の現場に着くとすぐ消火活動を開始できます。小型ポンプ車。小さいポンプ車で大きな消防車が入れない狭い場所にも駆けつけることができるよ。スーパーポンパー。近くに消火栓がなかったり、大きな火事で水が足りない時に活躍します。スーパーポンパー1号が海や川の水を吸い上げて、スーパーポンパー2号に送ります。スーパーポンパー2号が火事現場の近くまでホースを伸ばして水を出すよ。1号、2号で協力して水を運ぶんだね。火事が起きると助けに出動する消防車。火を消したり、逃げ遅れた人を助けてくれるよ。かっこいいよね。消防車の中にはいろいろな種類があります。背の高い建物の火事を消したり、取り残された人を助ける役割をしているのがはしご車。長いはしごを伸ばすよ。では、はしご車の仕組みについて紹介するよ。操作席。レバーを使ってはしごを伸ばしたり縮めたり向きを変えたりするよ。はしご、30メートルくらいの長さがあります。縮めるとこんなに短くなるんだね。バスケット、人が乗るところだよ。3人の人が乗ることができます。はしごの操作をバスケットの中でもできるよ。はしご車の先では人を助けたり、放水銃で水をかけたりします。
続いてはしご車の仲間を紹介するよ。はしご車、高いところまではしごを伸ばすことができます。ビル10階でだいたい30メートル、50メートルまで届くはしご車もあるよ。すごい長さだね。屈折式はしご車、はしごが折れ曲がります。電柱や電線などを避けて建物に近づくことができるよ。最後に科学車について紹介するよ。科学車は工場などで油や化学薬品などが燃える火事が起きた時に出動します。爆発する危険のある場所では化学車の中に積んである水と薬を混ぜて化学消火器を作って放水銃で吹きかけて火を消すよ。特別な火事現場で活躍するんだね。人々を守るために警察官を乗せて街の中を走るパトカー、見かけたことあるかな？パトカーは事件や事故を解決する仕事をします。事件を解決するのに役立つ作りをしているよ。ではどんな作りをしているか見てみましょう。まずは赤色のランプ、緊急の時に周りから目立つように光らせるよ。この赤色のランプは上に伸びる種類もあるよ。遠くから見ても気がつくし、大きな車の陰にいてもよく見えるね。次はサイレン、緊急の時に急いでることを周りの人や車に知らせるために大きな音でサイレンを鳴らすよ。サイドミラー、運転席の隣に座った警察官からもパトカーの後ろが見えるようにサイドミラーの上にもミラーがあるよ。屋根、パトカーの屋根には大きな文字が書いてあるよ。一台一台違う文字が書いてあって区別することができます。ヘリコプターが空からパトカーと連絡を取るときにとても便利です。そしてパトカーの前にも小さな赤色のランプがついているよ。真ん中にあるのは警察のマーク。では続いてパトカーの仲間を紹介するよ。ケイラパトロールカー、よく見かけるパトカーだよ。事件や事故の知らせを聞いて出動します。交通パトロールカー、交通のルールを破った人を取り締まるために駆けつけるよ。ミニパトロールカー、街の中をパトロールして街の安全を守ってくれるよ。覆面パトロールカー、普通の車と同じ形をしているよ。犯人から警察官が乗っているとわからないようにするため普通の車と同じ形をしています。緊急の時に赤いランプを車の上につけるよ。白バイ、スピードの出し過ぎなど交通のルールを破っている人を捕まえます。バイクなので狭い道でも追いかけることができるよ。赤いランプは後ろに1つ、前は左右についているんだね。サイレンもついているよ。またスピードメーターがついていて前を走る車のスピードを測ることもできます。工事現場で活躍する働く車、いろいろな種類があるよ。みんなは好きかな？まずはブルドーザーを紹介するよ。
ブルドーザーは山を削ったり、土や岩を集めたりして地面を平らにするのがお仕事です。この削ったり集めたりする部分をブレードと呼ぶよ。そしてブルドーザーのタイヤの部分はクローラーと言います。クローラーは水でぐじゅぐじゅになっているぬかるみやデコボコの場所でも倒れることなく進むことができるよ。続いてパワーショベルを紹介するよ。パワーショベルは長い腕の先についたバケットで地面を掘ったり土をすくい上げるのがお仕事です。パワーショベルもブルドーザーと同じくクローラーを回転させて前や後ろに進むんだね。そしてクローラーは動かさず上の車体部分だけ回転させることができるよ。パワーショベルにはバケットの代わりに他の装置を取り付けたものがたくさんあるよ。では見てみましょう。ハサミのような形をつけたものは建物を壊すときに使うよ。杭のような装置をつけたものは地面に穴を開けるよ。指のように動く装置をつけたものは木をつかんだりするときに使うよ。磁石の役割をする装置をつけたものは金属を集めるのに使うよ。最後にホイールローダーを紹介します。ホイールローダーは大きなバケットで土や石を運ぶのが仕事だよ。大きなタイヤがついているので素早く動くことができます。一度にたくさんの土を素早く運ぶことができるんだね。工事現場で活躍する働く車、いろいろな種類があるよ。みんなは好きかな？まずはダンプトラックを紹介するよ。ダンプトラックは工事で使う土や岩を運ぶのがお仕事です。普通のトラックと何が違うのかな？普通のトラックは荷台が動かないけど、ダンプカーは荷台が持ち上がるんだよ。続いてクレーン車を紹介するよ。クレーン車は高い場所に物を運ぶのがお仕事です。長く伸びるブームの先に道具を吊り下げて運ぶよ。重いものでもへっちゃら。すごいね。クレーン車の中にはトラックの荷台についているものもあるよ。これは小さい工事現場で活躍します。また高いビルを作るときに活躍するのがタワークレーン。建物の一番上に取り付けて使うよ。続いてロードローラーを紹介するよ。ロードローラーは大きくて重いロールを転がして地面を平らにするのがお仕事です。道路を工事するときに大活躍。道で見かけたことあるかな？地面を平らにする仲間としてモーターグレーダーがあるよ。平らにした地面をもっときれいに仕上げることができます。タイヤとタイヤの間にあるブレードでデコボコ部分を削ってならすことができます。最後にリサイクルに役立つ車を紹介するよ。自走式チッパー。森や山の木を切る現場で活躍します。
木を細かく砕いてチップにしてくれるよ。チップは紙などを作る時の材料になります。自走式破砕機、建物を壊すと出てくるコンクリートを細かく砕いてくれるよ。砕いたものは他の工事で使う材料になります。最後まで見てくれてありがとう。乗り物について少し詳しくなったかな。頑張った子にはプレゼント、何が出てくるかな。ブルドーザーのメダル。他の動画も見てみてね。新しいメダルがもらえるかも。バイバーイ。いいねと思った人はチャンネル登録お願いします。